始まった。はい、始まってる。始まってますね。はい、三次郎です。こんにちは。今回は、コロナで特別措置の公共料金の支払いの猶予の期限が来たって、何ぼばかんどるし、何棒読みやねんみたいなね、ことで、いうことで、いつからやったですかね、3月ぐらいですかね、自粛は何月、4月から、なんかそんなんですね。で、もうこの動画でね、もうやんやか上げてますけどね、払ったあかんでみたいなね、公共料金も携帯料金も払ったあかんで言って、待ってくれんで言うて、いうことで何度も上げとったんですけど、実際払ってなくてね。ほんでついにもうこれ6月、もうすぐ、今日何日、6月の19日ですね、もう払わなあかん時期がねやってきてるような感じで、安倍ちゃんからのね、なんとか金もまだ来ない中、どないすんねんいう話で、ね、一応ね、こういう感じでね、これ几帳面にこういう感じでね、几帳面にちゃんとこれやってまんねんで、こういっぱい封書来よるからね、ちゃんといつ払ったらいいんやいうことでやっとるんですけど、もう計算したら優に10万は超える感じかな。どこやら電気代が一番すごいね。電気代がね、これ2月分から払ってない感じですね。ほんでところがね、一回督促来たんですけど、それも、いや、ちょっと払われへんって、待ってくれっていうことで、今回も督促けえへんですね。こういう感じでね、電気は結構、こう、いっぱい来てますね。こういう感じでね。督促待ちと書いてましたろ。電気代は督促来てから払おう思うんやけど、今回督促が混んでね、気ぃつごとんかな思いながら、ね、こんなん混んでる時に督促来て、待ってる時に来えへんみたいなね。だからもう車で待っとくかな思うんですけど、電気代大きいわね。はい、そんな感じかな。だから光熱費っちゅうの、公共料金っちゅうのはもう結構、なんちゅうたんやかな、電話で待ってください言ってね、頭下げても、次はなんとか必ず払ってもらわんと、どったらこったら言ってね、結構なんか、うざい感じ、対応がね、やったんですけど、それに比べてね、携帯電話屋さんとかはね、すごい対応よくてね、プロパイダーさんとかね、もう私の会社はやっぱりめちゃ対応ええな思ってね。で、今回もその KDDI、プロパイダーいうの、このパソコンの、あれは KDDI、何、光 ?au 光、でやっとるんですけど、まあ実に丁寧で、いつから、多分2月分ぐらいから待ってもうとるんやね。よう分からんですけど、3月分から待ってもらってるんですけど、ちゃんと3、4まで待ちましたやろ言うて、今度、6月末に払っておくなあれやで、ちゃんと督促状来ましたわ、早めにね。だから、KDDI はしっかりしとる。待ってくれる時もね、いやもうそんなん、もうコロナで大変な時にそんな払わんでよろしいですって向こうから言ってくれはってね、待ちます待ちますみたいなね。まあその期限がやっとやってきたいう感じでね、多分この6月末に合わせてね、あと
10日ほどあるんで、みんな督促状来るんかなと思うんですけど、まあまあ今回はちゃんと頭下げの家やしね、払っていこうかなと思ってます。10万までやけどね、結局10万の遅かったみたいなねっていう感じでございます。ということで、ね、2月からなんやかんやでもう6月末ですもんね。婚姻屋のことしいうことでね、皆さんも待ってもらってる方たくさんいてると思いますけど、どうやろ、まだ待ってくれはるんちゃうかな。そんなね、大変ですやん。ただこれもなんじゃ、ほんならもう払わんでええわ言うてくれへんしね、そこはちゃんと自分で計算して払える金額を払っていくということでね、されたらいいと思います。はい、今まで散々払ったらあかんで、待ってもらおうぜみたいなね、言うてたんが、ほんま払う時期がやってきたということで、けど安倍ちゃんの10問はまだやということで、はい、そんな感じでございます。はい、いつもありがとうございます。以上です。失礼します。なんで始まきやねんみたいな、何始まきしとんねん。はい、以上です。チャンネル登録お願いします。